ジョンソン軍は、アメリカ合衆国カンザス州の東部に位置する軍である。2010年国勢調査で、の人口は54万4179人であり、2000年の45万1086人から20.6%増加した。軍庁所在地は、オレーサ市であり、同軍で、人口最大の都市は、オーバーランドパーク市である。軍の大半は、 カンザスシティ大都市圏の南西部に位置する豊かな郊外地域である。カンザス州では1世帯あたりと1人あたりの収入中央値が最も高く、2000年時点ではアメリカ合衆国内で1世帯あたり収入が第19位であり、2005年でも1人あたり収入で第46位だった。2010年、雑誌マネーのアメリカ合衆国の生活に、 最良の都市百決では、オーバーランドパーク氏が第7位、小ニー氏が第17位に入った。同様に2008年のランキングでは、オレーサ氏が第11位だった。ジョンソン軍は、政治家トマス・ジョンソンにちなんで名付けられ、1855年にカンザス順州が設立した最初の33軍の一つだった。オレゴントレール。 カリフォルニアトレール及びサンタフェトレールが隣接するミズりリ州インデペンデンスに始まり、軍内を通っていた。著名なガンマンのアイルド・ビル・ヒコックがしばらく軍内に住んだことがあり、1858年にはモンティチェロ軍区の警官になった。血を流すカンザスの時期には、奴隷制度廃止運動家と奴隷制度擁護派の間の多くの戦いの舞台になった。 1862年、隣接するミズーリ州から、ウィリアム・クワントリルが率いる南軍、ガワゲリラ部隊が、ジョンソン軍のレーサやスプリングヒルの街を襲撃し、6人を殺し、多くの家や企業を破壊した。ジョンソン軍は20世紀初期までほとんど、田園地帯だったが、ミズーリ州カンザスシティ市に近い北東部で、住宅地が発展を始めた。土地開発者の JC ニコルズが、 多くの住人を引きつけるためにミッションヒルズ、カントリークラブを建設した1914年にブームに火をつけ、ミズーリ州からカンザスに移ってくることを躊躇していた市民を移住させることとなった。この地の郊外開発は第二次世界大戦が終わるまで着実なペースで進められた。戦後は国内のどこでも起こっていたことだが、復員した兵士が家を求めて、 ホワイトフライトと呼ばれる郊外への進出を行ったことで開発のスピードが加速された。1954年アメリカ合衆国際高裁判所によるブラウン対教育委員会裁判の判決で学校における人種差別が撤廃されミズーリ州のカンザスシティで大きかったその影響からさらにホワイトフライトが加速されて軍内への移住者を増した。 ジョンソン軍は、質の良い公共教育と、家族向けの場所として、評判を勝ち得た。この成長速度は1970年代に、やや鈍化したが、1980年代半ばから、再び成長を始め、1990年から2010年国勢調査の、間では10年ごとに人口が10万人ずつ増えた。オレーサ市役所ジョンソン軍はアルコールを禁じる。 すなわち、ドライの軍だったが、1986年に、カンザス州憲法が修正され、住民は投票で個人がたしなむ、アルコール飲料の販売を承認した。ただし、食料販売量の30%までという制限が、ついた。ジョンソン軍は、アメリカ合衆国会議員のカンザス州第3、選挙区に入っており、2010年の中間選挙では、 共和党の議員を選出した。カンザス州は上院議員二人も共和党員が占めている。州内でも最も豊かな軍として共和党の固い地盤になっている。2004年の大統領選挙ではジョージ・ W ・ブッシュが投票総数の61%を獲得した。1916年大統領選挙の民主党候補ウッドロー・ウィルソン以来ジョンソン軍が 大統領選挙で民主党候補を支持したことはない。ジョンソン軍は衆議会下院議員22人、上院議員7人を送り出している。下院議員22人のうち21人が共和党員であり、上院議員7人すべてが共和党員である。ジョンソン軍の共和党員の大半が中道派を自称しており、社会的には進歩的で、財政的には保守的である。 ジョンソン軍選出の上下両院議員は、他地域の議員と論争を起こすことがあり、特に著名なものは2004年の教育予算に関する議論である。ジョンソン軍政府は選挙で選ばれる7人の軍政員によって収められている。元オーバーランドパーク市長のエド・アイラートが、現在の軍政委員会議長である。行政は6つの地区に分けられている。軍政府は、 軍内の未編入領域に、司法権を及ぼし、法人化されている部分には、限定付き司法権がある。例えば、土地利用規制、未編入領域の開発と、地区分けに関する判断は、軍政府の責任であり、法人化された、地域内のそのような判断はその資産が属する、法人化都市の司法権が及ぶことになっている。軍内には12の法人化された都市がある。 ジョンソン軍の消費税は6.4%であり、カンザスシティのある、ワイアンドット軍の6.3%より、わずかに高い。周辺の軍の消費税は、ジョンソン軍とほぼ同じ税率である。軍内各都市ではこの税率にさらに、いくらかの上乗せをしている。資産税は、州税、軍税、市税及び、教育学区税の集合である。 軍内の資産価値は、州内の他地域に比べて高いので、資産税率は低い方である。いくつかの都市は、複数の教育学区に分かれているので、複数の資産税率がある。上表の数字は、各都市の住人の大半に適用されるものである。ジョンソン軍は穏やかにうねっている地形である。カンザス川が、軍の北西側境界になっている。 標高は北から南に向かって高くなり、またカンザス川とミズーリ川から離れると高くなる。ジョンソン群域にはミズーリ川の水系に属するカンザス川、ブルー川、メルダジーン川が流れている。カンザス州の北東部にあり、降水量は多い。その結果、群内にはキルクリークなど多くの小川がある。キルクリークは群内南西部を北に流れ、 ソ外市でカンザス川に注ぐ。ミルクリークは、軍内中央部をレーサ市に発し、北に流れて、小2市でカンザス川に注ぐ。ターキークリークとブラッシュクリークは、軍内北東部に発している。ターキークリークは、北東のワイアンドット群に流れ、カンザス川に合流した後にすぐ、高ポイントでミズーリ川に入る。ブラッシュクリークは東北東に流れ、プレーリービレッジや、 ミッションヒルズを通過して、カンザスシティに入り、ウォードパーク A の中央から、カントリークラブプラザを過ぎた後に、カントリークラブプラザの東、スープパークの北でブルー川に入る。インディアンクリークは、オレーサの南部に発し、トマホーククリークは、オーバーランドパーク市南部に発している。どちらも、北東のリーウッドで合流し、名称は、インディアンクリークとなり、宗教を横切って、 ミズーリ州カンザスシティのブルー川に注ぐ。ブルー川は、ジョンソン郡南部の田園地帯に発して、北北東に流れ、群南東部を通って、オーバーランドパーク市南部の151番通りと、ケネス道路の交差点東で宗教を越える。さらにカンザスシティの南部と東部を流れてミズーリ川に合流する。ブルークリークとリトルブルークリークは、 軍南西部の田園地帯に発し、南に流れて、ヒルズデールに入り、マイアミ軍内を流れ、パウラでメルダジーン川に合流する。ジョンソン軍は主にプレーリーの草原に属し、河川沿いでは、森林地帯の並びがある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は480.15平方マイルであり、 このうち陸地は476.78平方マイル、水域は3.37平方マイルで、水域率は0.70%である。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。都市名の後の数字は2010年国勢調査での人口を示す。郵便用識別地域である小認ミッションに含まれる都市。 小2ーーミッションの本局はミッション市にある。ジョンソン郡は当初9の軍区に分けられていたが、そのうち2つは独立した都市に併合されて消失した。すべての都市は政治的に独立とみなされ、下記軍区の数字からは外されている。下表で人口中心は最大都市であり、特に大きな数字でなければ軍区の人口に含まれるものである。ジョンソン郡は 軍内の大半で1マイルごとの道路が格子上に配されている。この格子が急速な成長と容易なアクセスを促してきた。週刊高速道路435号線が軍内大半を通り南北方向に開発に関する境界として機能している。435号線の東西方向部分は軍を南北に分けている。北側は 古くから開発が進んだ地域であり、南側は急速に成長している地帯であり、大量の新しい家屋がある。ジョンソン郡の格子上道路は、ジョンソンドライブあたりで始まり、隣接するミズーリ州カンザスシティまで続いている。格子は南の175番通りまで続いているが、郊外開発は159番通りあたりで終わっている。 その他の主要道路として、週刊高速道路35号線があり、北東から南西に軍内を対角線で通っている。ミズーリ州カンザスシティ中心街近くから軍内に入り、オレーサとガードナーを抜けていく。この道路の北は、ミネソタ州、ダルンス、南はアメリカメキシコ国境に通じている。アメリカ国道69号線は、 週刊高速道路635号線南端でワイアンドット郡から入っている。この道路の郡内の大半は高速道路である。南に向かうとフォートスコットにさらに州内の南東部に通じている。ジョンソン郡交通が公共交通であるバス便を運行している。お礼さ南高校、ナザレン協会世界本部、レネックサ氏。ありがとうございます。